はい、どうも皆さん、トライアングルです。ということで、今回なんですけど、まあちょっとね、ちらっと今見えたかと思うんですけど、一応ちょっと、カブラマルつけておこうかな。はい。もう今こちら見えてると思うんですけど、今回は、はい、進撃の巨人モッド、VS、鬼殺隊というか、鬼滅の刃の、モッドで戦わせてみたいと思います。で、少し前にね、その進撃の巨人モッドというものを紹介させていただいたんですけど、パンダンさんが作ってくださったモッドなんですけど、その時にね、実はちょっととあるモッドがちょっと僕、その要は前提モッドというやつですね、が入れれなくて、巨人の要は上から見たやつができなかったんですよ。でもそれがですね、なんとあのオルカ様のおかげで、そのまあちょっと僕の本当設定がダメでした。はい、なんとかできるようになりまして、で今回晴れて、ずっとやりたかったんですけど、鬼殺隊及び上弦と、僕が巨人になって戦いたいと思います。このスポーンエッグの巨人は、出はするんだけど、ポンって。出てきはするんだけど、戦わないので、ということは僕が巨人になるしかないんですよ。で、なんか、この中で入ってると、なんだっけ、なんか巨人が、なんかとかだったから、ちょっと外でやりますけど、ごめんなさいね、ちょっと説明が下手で。まず、この巨人になる方法なんですが、クリエイティブでもできるのかな。まずナイフで切り裂きます。そして注射をブチュリと入れたいんだけど、サバイバルじゃないとダメか。ブチュリは入ってるか。よし、このように、はい、今までできなかった、上から、前はね多分この足元だったと思うんですけど、できるようになりましたと。で、技もですね、このように、ほら、こういう感じで、瓦礫投げでいいのかな？はい。このように技が追加されております。わおー！これで、今回ちょっと戦ってみたいなと。で、多分体力が一応3桁になってるんだけど、進撃の、スポーンから出すと500体力ぐらいあるんだよね。この防御力がどれぐらいあるかによる、この子の。この子の防御力が。かわいい。かわいい。他にも技があるんだよね。ちょっと見てみようか。はい。爆風か。爆風！あ、これもいいね。全体ダメージっぽいわ。で、衝撃波！多分どっかで多分攻撃、衝撃波打ってんだと思う。うん。で、今回これで、防御どんぐらいなんだろう。あ、でも防御そんなに高くないぞ。いや、でも多分、要は巨人になってることによって多分全体的ステータスが上がってると思うんだよ。耐性4とかあるよ。強いんじゃない？やっぱり。で、戻るには G ボタン。あれ ?G ボタンじゃない？あれ ?G ボタンで戻れない。戻れません！戻れない場合は無理やりだ。そして、戻ったらこのように焼け焦げた後になって、次また、こうやって、なるにはまだなれないんですよ。なんかほわって、ちょっとすごい恥ずかしい感じになってるじゃないですか。それは、これ、巨人化っていうのがあって、クールタイムがあるんですよね。あれ消えた？あ、あった、びっくりした。どっちか。30秒か、なんか40秒ぐらいクールタイムがあって、この巨人化が消えるとまた巨人になれます。ずっと巨人になれるわけではないということだけ分かっていただければなと思います。すごい可愛いトライアングルが、すごい、うんってやってる。だから、これサバイバルもやりたいんだよ、これで。まあ、クールタイムってのもあるから無敵ではないしね。うん。じゃあ今から、早速と言ったらあれなんですけど、行きましょうか。まずどうしよう。多分敵対する鬼化しちゃって鬼殺隊と戦ってみようか。一回血飲んで鬼化した状態で、どうしよう、義勇さんあたり行ってみるか。義勇さん行こう。はい。じゃ、まず鬼の血を飲みます。で、義勇さん出します。で、僕ちょっと離れます。で、多分いざ始まった瞬間に巨人になっていけば鬼化してる状態だから戦うと思うんですよね。では行きましょう。サバイバルも傷つきます。注射器、おら、注射器打たなくてもいいのか。さあ行くのだ。さあ来た来た。やばい、体力少なくね、僕。おら、かかってこいよ。どうしちゃったのかな。おら、痛い、ダメージ食らってる。攻撃受けてる、痛い。いや、でも大丈夫。もう一回。おら、かかってこいよ、義勇さん。あれ、戦う気ない。義勇さん、まさか僕と友達になりたいのか。義勇さん、それならそうと言ってくださいよ、義勇さん。友達だよ、義勇さん。僕、あー
じゃあ今度上限行ってみる？ちょっと上限行ってみましょうか。そしてここで私はナイフでかけるのだ。貯金、そしてプチュリ、行くぞ。はい、巨人か。さあかかってこい。さあ、あれどこ行った？あれ、ギュッ、いた、ギュッター、よし、攻撃した、いいんじゃない。痛い痛い、来てる来てる、痛い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 、待て待て待て、いやー、つえやっぱ、牛太郎は強いわ。僕が弱いって言われたらそれまでなんだけど。これさ、一応出せるんですよ。スポーンエッグってのがあるんだけど、これ、ほら。でも多分無理だよね。戦いはしないと思うんだよ。一応やってみる。一応戦わせてみようか。超大型巨人と、大型どうしようかな。あー、鎧、うん、そうだね、これとかで。で、まあ、牛太でいいか。海学にしとこうか、一応。海学あたり。これ戦うのかな、ちゃんと。海学とも。でもね、多分突っ立ってるだけなんだよ。言い方あれなんだけど。こうやって出すよ。バーで、これでしばらくすると消えちゃうんだよね。かっこいいなぁ。ほい。あー、やっぱり、敵対はしない感じだ。だから僕がまあ、巨人になるしかないっていう感じですね。うん、かでかっ。あ、行ったんじゃない、行ってる、行ってない、行ってないね。仲良く一緒に寄り添ってる。そうか。じゃあ、じゃあ、じゃあ、わかった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 。リヴァイ兵長。あのね、今回アップデートによっていっぱい出てきたんですよ。まあでも、一番強い、あ、でもな、ミカサも強いか。ミカサと多分リヴァイ。エレンもいるんで、ちょっと紹介しちゃおうか。アルミンとかもちょっと、まあでも、まあまあ、とりあえず、この3人を紹介するとして、と、鬼でちょっと戦わせてみよう。海学は無理かな。ルイクあたり。これでちょっと戦わせてみたいと思います。じゃあまずちょっと紹介から入りましょうか。リヴァイ兵長は前紹介したと思うので、ミカサですね。うわー、かわいい！体力100、結構あるね。あ、すまない、間違えた。あ、でもこれ、そうか、無理やり戦わせれる可能性あるのか。もし戦わなくても。で、ごめんね。そして、エレンですね。はい。うおー！パンダンさんの動画で見たけど、実際にこうやって見ると超かっこいい。さらにかっこいいな。ごめんね。あ、なるほど。なるほど。エレンからも落とすんだ。やべえ、面白い。ちょ、進撃の巨人サバイバルやりますので、楽しみにしていただければなと思います。じゃあ、まず、リヴァイ兵長。VS 戦うか、戦わない、じゃあ無理やり行こう。ふい、せ、さあいった、さあいったぞ。どうだどうなん、さす、いや、パパ早いよ。何、どうした、バグったぞ、大丈夫か。おっと、こ、危ない。やはりちょっと圧勝だったね。一応やっぱり圧勝ではあった。仕方ない、これはもう決め、モッドが違うからね。モッドが違うので、これは仕方ないです。はい。まあ、ということで、今回、進撃の巨人のキャラクター VS、まあ、進撃の巨人の巨人 VS、鬼殺隊というか、鬼滅の刃のキャラクターで戦わせた結果、どうだろう、ちょっとギュウさん敵対、もう一回だけごめん。ちょ、ごめん。さっきさ、ギュウ太郎に通常攻撃当たったんですよ。で、襲ってきたじゃないですか。だから、義勇さんで出して、で、僕が巨人になりますね。で、義勇さん殴ってみよう。だからさっき僕鬼化で近づいたんですけど、そうじゃなくて普通にちょ、体力だけ、一応体力だけ回復させようか。で、これで離れ、まあ離れなくてもいいんだけど、別に鬼化でもないから。で、一応これでサバイバルモードこうして、で、一応ブスリスイッ、よし。さあこれでで殴ればいいんだよ、これで。多分僕がほら、よし、殴った、来た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 ぞ。あ